ジョシュア・ドレッドウェル・マカウンはアメリカ合衆国テキサス州ジャクソンビル出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはクォーターバック。弟に元ニューオーリンズ・セインツの QB ルーク・マカウンがいる。兄・ランディも QB。サム・ヒューストン州立大学から2002年の NFL ドラフトでアリゾナ・カージナルスに指名されて入団した。 2002年から2005年までカージナルスに在籍し、2004年には14試合に出場して、パスでは2511ヤード、11td、10int の成績を収め、ランでも112ヤード、2td の活躍を見せた。しかし2005年シーズンはカートワーナーに先発を譲った。2006年にフリーエージェントとなったマカウンは2006年3月16日に、 デトロイト・ライオンズの2年契約を結び、ジョン・キトナの控えに回った。またスロットレシーバーとしても起用され、2キャッチ、15ヤードの成績を残した。2007年の NFL ドラフトで、ライオンズが q b ドリュース・タントンを獲得したことに伴って、オークランド・レーダースにトレードされた。2007年開幕戦で、フルス・ライオンズと対戦し、313ヤード、 2td を上げたがチームは21から36で敗れた。この年は負傷に苦しみ、わずか9試合の出場にとどまった。シーズン成績は1151ヤード、10td、11int に終わった。2008年2月29日にドルフィンズと2年契約を結んだ。プレシーズン前はデプスチャート1位に記載されていたマカウンであったが、ドルフィンズが ニューヨークジェッツからチャド・ペニントンを獲得したことによって構想外となり、8月29日にカロライナ・パンサーズにトレードされた。2008年8月29日、2009年ドラフト7巡指名権とのトレードでパンサーズに移籍した。パンサーズはマット・ムーアが負傷し、ジェイク・デロームの控えを探していた。この年に試合に出場したが、試合終盤にニーダウンする。 プレーだけであった。2009年、ムーアとの控えキュービ b 争いに勝利した。9月13日のフィラデルフィアイーグルスとの開幕戦で、デロームが5回のターンオーバーを起死した後、交代出場、パス6回中1回の成功にとどまった。9月14日に故障者リスト入りした。2010年8月3日、ユナイテッドフットボールリーグのハートフォードコロニアルズと契約を結んだ。 その直後にシカゴベアーズからのオファーを受けたがコロニアルズに残留した。この年8試合に出場し1463ヤードを獲得 10TD8INT の成績を残した。QB レーティング79.3はこの年 u f o ルで一番の成績となった。2011年8月17日、ベテラン最低年俸の81万ドルで サンフランシスコフォーティナイナーズと1年契約を結んだが9月3日に解雇された。先発 QBJ カトラーがシーズン絶望となったベアーズと2011年11月23日に契約を結んだ。第16週のグリーンベイパッカーズ戦ではケイレブヘイニーに代わって先発 QB を務め242ヤード 1TD を上げるもに INT を喫し、 チームは21から35で敗れた。次週のミネソタ・バイキングス戦も先発し、17から13で勝利した。2012年、ベアーズと再び1年契約を結んだが、開幕直前に解雇された。その後カトラーが負傷したため、11月12日に再契約された。2013年3月29日、ベアーズと1年契約を結んだ。 第7週に負傷退場したカトラーに代わって途中出場し204ヤード 1TD を上げた。第9週のマンデーナイトフットボールのパッカーズ戦では272ヤード 2TD の活躍でチームを勝利に導き、ベアーズのタイパッカーズ戦連敗を6で止めた。第14週のダラスカウボーイズ戦ではベアーズの QB としては1972年の ジャックコンカノン以来となる 5td パスを挙げた。2013年シーズンはパス1829ヤード、13td、1int、レーティング109.0で終えた。なお、レーティング109.0はニック・フォールズ、ベートン・マニングに次いでリーグ3位であった。2014年3月12日、タンパベイ・バッカニャーズと2年契約を結んだ。 第3週で親指を負傷し、先発の座をマイク・グレノンに譲ったが、第10週で先発の座に返り咲いた。しかし2014シーズンは、パス2206ヤード、11td、14int、レーティング70.5と低調な成績に終わり、2015年2月11日に解雇された。2015年2月26日、 クリーブランド・ブラウンズと3年契約を結ぶことで合意した。第1週のニューヨーク・ジェッツ戦で脳震盪を起こし、負傷退場した。第3週に先発復帰し、パス341ヤード、2 td 1 int と奮闘したが、チームは20から27で敗れた。第5週のボルチモア・レイブンズ戦では、チーム記録となるパス457ヤード、 2td の活躍でチームを勝利に導いた。また、チーム初となる3試合連続パス300ヤード超えを記録した。しかしその後も負傷に苦しみ、第12週のレイブンズ戦で鎖骨を骨折し、シーズン絶望となった。2015年シーズンは8試合に先発し、パス2109ヤード、12td,4int、レーティング93.3に終わった。 2017年3月、ニューヨークジェッツと1年契約を結び加入。38歳ながらこのシーズンは、開幕から先発出場し、骨折により、シーズンアウトするまで23試合で、パス成功率67.3%で2926ヤード、18タッチダウンと9インターセプトを記録し、先発した試合は5勝8敗という成績であった。 2018年シーズンは、ルーキー QB のサムダーノルドに、先発の座を譲り、控え QB として4試合のみに、出場した。2019年6月17日に、現役引退を表明し、ESPN のアナリストに就任することが、内定していた。しかし8月18日に、ネート・サドフェルド、コーディ・ケスラーと控え QB 陣が、相次ぎ故障し、人員不足に悩まされていた。 フィラデルフィア・イーグルスと契約し、現役に復帰した。第2週のアトランタ・ファルコンズ戦で負傷したカーソン、ウェンツに代わって、スープレイに出場した。12月9日の試合では、アルション・ジェフリーら故障者が続出した、WR 陣の一員として期待された。彼がパスをレシーブしたのは、2006年のデトロイト・ライオンズ時代が最後であった。多数の怪我人を出しながらもイーグルスは、 シーズン最後の4試合を全勝し、9勝7敗でプレーオフに進出した。シアトルシーホークスとのワイルドカードプレーオフでカーソン・ウェンツがジャデベオン・クラウニーにヒットされ脳震盪を起こしたため交代出場。この試合は40歳にして、自身初のプレーオフでの出場となった。パス24回中18回成功、174ヤード、0TD。 オイント、q b レーティング94.8を記録、6回のランで23ヤードを獲得したが、6サックを浴びてオフェンスは3本の FG のみで9から17と敗れた。試合後の会見で家族への感謝の気持ちを伝えると、共に改めて引退を表明したが、引退直後の1月10日にハムストリング断裂を抱えながらプレーしていたことが判明し、翌週に手術を受けることが、 明らかになった。このまま引退生活を送ると思われたが、2020年に新設されたベテラン用プラクティススクワットとしてイーグルスと契約し、現役の続行が決まった。2020年11月4日にヒューストンテキサンズと契約した、妻ナダリーとの間に4人の子供がいる。経験なクリスチャンであり、右腕に十字架のタトゥーを入れている。 弟のルークも NFL 選手だが、兄弟ともにバックアップ QB としてキャリアを送っていたためマカウン兄弟が揃って同じ週に先発出場したことは2015年代3週の一度しかない。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。